さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。マリサだぜ。なんかこのチャンネル初リクエストが来たよ。このクソチャンネルに、すごく嬉しかったのぜ。なので今回は1号潜水艦を解説してみるよ。この潜水艦は日本海軍に大きな影響を与えたからな。最後まで見た方がいいぞ。まず1号型潜水艦の概要や建造までの経緯を解説してみるよ。時は第一次世界大戦以前、当時の潜水艦のサイズは小さく、太陽の航海には適さなかったよ。技術がまだ未発達だったからな。しかし、そんな中、潜水艦の常識を大きく変えた艦が出現したよ。なんだ？ドイツの潜水艦 U ボートだよ。ドイツの U ボートは水上速力と、航続能力に優れ、ガリポリの戦いでは U21 一隻でイギリス戦艦2隻を一挙に撃沈するなど大きな戦果を挙げていたよ。すごい。みんなが欲しがるぞ。なので、第一次世界大戦が終結した時、ドイツの潜水艦技術を各国は競って取り入れたよ。もちろん、日本も川崎造船所の地の川崎重工業の松方社長の努力により、U142 の図面やドイツの技術者を招き入れて技術を蓄積し、潜水艦を作ったよ。川崎重工業は自衛隊の潜水艦大芸、白芸を作っているところだな。で、こうしてネームシップであり、今回の主役でもある1号潜水艦が就役したよ。スペックはこんな感じだよ。ドイツの潜水艦の丸パクリにしてはすごいじゃないか。それで、1号潜水艦は太平洋戦争開戦時は、第6艦隊に所属し、真珠湾攻撃の時は、カウアイ島沖合を紹介していたよ。さらに12月18日にはハワイ島ヒロ湾を砲撃し、水上機母艦ハルバードを撃破したりしているよ。無双しているな。1号潜水艦の活躍はハワイにとどまらず南方の通商破壊作戦では、オランダ貨物船を撃沈したりしているよ。で、1943年1月24日1号潜水艦はガダルカナル島への輸送任務に就くため、ラバウルを出港する。29日18時30分、ガダルカナル島にて揚陸作業中、ニュージーランド総海艇モア、キーウィからの攻撃を受けるよ。1号潜水艦は浮上して反撃するも、キーウィの体当たり攻撃を受け、さらに洋艦の砲撃により艦長が戦死してしまったよ。このまま沈んでしまうのか。しかし、その後、水雷長の指揮により現場の離脱に成功し、仮眠棒機合1キロに座礁させたよ。やったね。その後、一部の機密書類が回収され、海岸で焼却されたよ。おおならいいじゃないか。しかし、艦内の暗号書などの機密書類のほとんどは処分が不徹底だったよ。で、生存者からそのことを聞いた日本軍は、2月2日に大発を向かわせ爆雷で艦隊を爆破したり、99艦爆で爆撃を行うも、いずれも失敗したよ。ちなみに、連合軍も艦内で書類を探していた日本軍兵を捕虜にしており、そのことを知っていたぜ。で、そうこうしているうちに、ニュージーランド特設不設テーマ隊と、米潜水艦救難艦オルトランが現場に到着し、調査が行われた結果、20万項に及ぶ日本軍の機密書類が引き上げられ、日本海軍の暗号解読に大いに役立てられてしまったよ。あらら。皆さんはどう思ったかな？意見や、感想などがあったらコメントで何か書いてくれ。アンチや、霊夢とだけ書いてくれると、とても嬉しいです。このチャンネルでは日本の近現代史について解説しているよ。今は戦争のことを解説しているが、経済や、半導体業界についても調べてもいいかもな。先週はお勉強で忙しくて、動画投稿できなかったけれど近いうちに大戦果を上げた潜水艦参戦をやるよ。なぜ日本の潜水艦の戦果が少なかったのかについても考察するぜ。ではまたのー。